ランフォードスープは栄養科学における初期の取り組みであった。バイエルン選定校、カールデオドールの顧問だった、ランフォード博ベンジャミントンプソンが1800年頃、考案し、ミュンヘン及びバイエルンで消費された。ランフォードスープは貧しい人々や、バイエルン王国や王国軍が運営する、ワークハウスの収容者、囚人への配給に用いられた。 トンプソンが最初の本当のスープキッチンを設立したとしばしば考えられている。改革の方策としてバイエルン政府は保護を必要とする人々のためにワークハウスを設立しようとしていた。トンプソンの仕事はできるだけ安く高カロリーで栄養のある食べ物を供給することだった。スープは当時ドイツ全土で事前形に広く知れ渡り、トンプソンはスープキッチンを 多くの都市に設置した。ランフォードスープは19世紀及び20世紀のかなりの期間、中央ヨーロッパにおいて安価な軍用食の基盤であった。同量の丸麦と乾燥エンドウ豆、その4倍量のジャガイモ、野菜、適量の塩とサワービールを加えてゆっくりと煮詰めて作る。ジャガイモは途中からこの料理に使われるようになった。スープは主にパンと一緒に食べられた。 トンプソンのレシピはよく咀嚼させて食べる楽しみを引き伸ばすためにパンを煮込まずにスープを配る直前に添えるよう指示している。トンプソンは大麦がスープを一層濃く豊かにしていると書き記し大麦をイギリスの米であるとみなした。基本のレシピの他に穀類と少量の肉などを入れるバージョンもあった。ランフォードスープは高い栄養を 最小の価格で供給するように設計されており、人が1日に最低限必要な栄養の3分の1を与えると見積もられている。ランフォードスープは必然的に低脂肪で乾燥炎銅豆によってタンパク質が多く、ジャガイモや大麦の複合糖質とビールの単純糖質を含んでいる。当時の知識では安価で栄養のある食べ物を作るという課題への最適解に近かった。 残念ながら、ビタミンや微量元素の必要性は知られていなかったが、時にコーンやニシンが入ることで十分なビタミン C とビタミン D を補うことがあった。現代でもミュンヘンのオクトーバーフェストなどで提供されている。ありがとうございます。